はい、こんにちは、みょんです。今日はですね、しゃべりブログ、今までいろんなものを紹介したりだとか、トレーニング動画とかいろいろアップしてたと思うんですけど、ちょっと今日はちょっとダラダラとまったり話しながら、やっていきたいと思います。もうあと2週間ぐらいで日本大会になるんですけど、まあ、減量もラストスパートになってきて、まだ私の減量メニューは他の方の減量メニューよりも食べれてる方だと思うんですけど、やっぱり食べたいものがいっぱい出てきて、街歩くのも本当にきついんですけど、今もうとにかく味の濃いものとか辛いものが食べたくて食べたくてしょうがないんですけど、一番食べたいのが韓国料理、もう激辛のやつとかをもう気にせず好きなだけ食べたいです。あとはなんだろうな、普段パンケーキとか見てそんな食べないんですけど、減量の時って普段食べたいものが普段食べないものがめちゃくちゃ食べたくなってくるんですよ。でパンケーキとかピザとかポテトとか、まあ、とにかくジャンキーなもの今めっちゃ食べたいです。でも結局減量してもうこれ食べたいこれ食べたいとかいっぱい出るんですけど、最終的に水抜きするんで、もうご飯よりも水分、とにかくもう飲み物が飲みたいみたいな感じの方が勝るんですけど、まあ、今回はもう日本大会がまあメインなので、まあ、東京戦の時と食べるものも意識してるものも全く変わってくるんですけど、まあ、また日本大会が終わったらその次の目標に向けていろいろ進めていくと思うんですけど、なんだろうな、とにかくもう終わったら1週間ぐらいはもうなんかタンパク質がどうとか脂質がどうとかもうそういうのとかも一切気にしないで、好きなものを好きなだけ好きな時にいっぱい食べようと思ってます。本当なんかもうトレーニーの方とかみんな今同じ状況だと思うんですけど、もう玄米とかお肉とか終わったらちょっと一瞬食べたくないですね。プロテインとかもサプリとかも一切飲まずに、もう好きなものを好きな時に好きなだけちょっとの期間だけ食べようかなって思ってます。まあ、もうさっきも言った通りあと2週間ぐらいで日本大会本番が来るので、まああとこの期間はちょっと気を抜かずにしっかり日本大会でいい結果残せるように頑張って減量もトレーニングもラストの調整頑張ってやっていきたいと思います。まあ、こんな感じでこのダラダラまったり喋りながらだけの動画もちょこちょこアップしていこうかなと思うので、ぜひこれからも見ていただけると嬉しいです。はい、こんなちょっと締まりのない動画ですけど最後まで見ていただいてありがとうございました。日本大会しっかり頑張りますので応援よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。